はい、皆さんこんにちは。1月23日、いやいやいや、着々と日にちが進んでおります。月曜日でございますけどね、今日もアルバイン市カリフォルニア州アメリカからお送りいたします。どうぞご視聴ありがとうございます。付き合いくださいませ。さて皆さん、今日も元気でいきたいと思っておりますけどね、今日も大谷さんのコンテンツが、まあ、ここに書いてありますように1,2,3,4,5あるんですけどね。それから、まあ、皆様からの頼りもいただいております。この頼りいただいてない方はどんどんお願いいたします。そして、まあ、一番最初はね、皆さんが見たと思うんですけど、大谷さんのね、インスタグラム、大谷さんのインスタグラムでですね、まあ、ご自分が載せたものがあって、もうみんなやられると思うんですけど、まあ、それをちょこっとだけお見せします。それから、まあ、9月になったら大谷さんがですね、どうなるか、ヒリヒリいけるかどうかというのは9月が鍵だということですね。それからですね、大谷さんは間違いなく殿堂入りだということも、早めにが MVP も有力ですよということで、アメリカのね、米紙、アメリカの取材というか、なってますか、マガジン C で言っておりますけどね、ここですね。はい。それから、大谷さんの、これがね、ちょっと分かりにくい日本語だったね。大谷翔平の下半身裸ということで言っておりましたけどね、彼女が、まあ、Twitter で言ってたんですけど、意味が分からないんですけど、まあ、多分このシャツがないということで、これが下半身裸ということなんでしょうかね。まあ、大谷さんはもうね、かっこいいからね、シャツが、上のシャツがなくても、ものすごくかっこいいと思うんで、まあ、そういうことだって言ってると思うんですけど、後でご紹介します。それから大谷さんがですね、エンジェルスの名簿、まあ、老眼おほっぺがね、まあ、出てくるかどうかということですよね。大谷さんと仲良くて、まあ、本人がね、打てばね、もうすぐ出てくると思うんですけど、その辺のね、流れがどうなるのかということもご紹介していきたいと思っております。それではまずはこっちからスタートです。はい、50日間 Days Until、 まあ、ここはね、 50 Days Until ということ、 World Baseball Classic って書いてあるんですよ、2023年。だから50日間でね、もうね、始まるんで、あっという間ですよ、この時間ってね。で、まあ、大谷さんの、うちも私の大好きなこのね、マガジンか、後ろから荒れてますけどね、これ何を持ってるんだろうね、コンピューターですかね、なんかあれでしょうね、今よく見るね、あれですかね、ちっちゃな、まあ、ということでこういう写真もあるし、はい、ということでここからスタートでございます。そしてですね、これが出たんですね。ですね、これが翔平さんのインスタグラムなんですね。で、フォロワー数がね、どのぐらいになってるかっていうのね、ここにございますので、ちょっと読んでみましょうか。はい、どうぞ。お願いします。はい、どうぞ。翔平は前回の投稿から160万人のフォロワーを達成し、うん、今日の投稿後に現在170万人を達成しています。うん。つまり、もし彼がセルフィーを10枚、ミラーセルフィーを10枚、ワークアウトビデオを40本、上半身裸のストーリーを30本、一平の写真を50枚投稿したら、フォロワー数でカイリー・ジェンナーを追い越すでしょう。このカイリー・ジェンナーって誰なんだろうね。まあ、彼女がね、これ大谷さんにですね、こうやって出してくれてるので、私は分かりかねますが、まあそういうことを言ってる。ただ、ここの言葉は分からなかったですね。その、このシャツね、裸。この上半身裸のストーリーを30本、意味が分かんないんですけど、まあ、ということで、まあ、彼女がそう言っております。さて行きましょう。また今日も元気よく、サムライジャパン、 Ladies and Gentlemen、 サムライジャパン、勝つ、はい、勝つ入れました。そして翔平大谷は勝つ、はい、ということで2つの勝つを入れさせていただきまして、大谷は勝つということでございますので、で、皆さんにお話しましたけども、ね、これだけにさせていただきました。まだ変更もあるかと思うんですけど、まあ、このような感じでね、吉田さん、牧さん、大谷さん、村上さん、鈴木さん、山川さん、ラーズ・ノートバー、ここね、ここだけがファーストネームが来て、
ヌートだからこれでヌートバーって欲しく言いたかったんだ。僕はね、あの英語でも日本語でもね、やっぱり最初ね、名字からやりたいんですよ。どうしてね、アメリカに合わせなきゃいけないかっていうのね、いつも思ってるのよ。なんでね、日本人がね、日本の住所をアメリカに変えるんだろうねっていつも思ってる。日本にいる時も言ってましたけどね、これは日本スタイルだから日本スタイルに合わせてください。でもここに言うのはね、うちは東京と渋谷市、東京となんとかなんとか、あの世田谷市ね、まあとにかく東京都からうちが始まるんですよと。で最後にね、日本が来るかどうかも。だけどほんあの番号がね先に来ていろいろややこしくしてるんだけど、まあ日本のね、郵便局の方も一生懸命それは届けてるからすごいなと思うんだ。まあ多分郵便局を郵便番号でおっしゃってると思うんですけどね。そして源田さん、そして甲斐さん、はい、甲斐さんいいね。これはニックネームだろうね。この甲斐なんとかあるんだけどね、拓也さん、拓ちゃん、はい、ということでね、今度はね、ファーストネームで呼んでみたい。ちっちゃい時に呼ばれることがあるじゃないですか。マサちゃんね、これはマサちゃんで、シュウちゃんいいですね。翔平、翔ちゃんね、翔タイム。そして、胸ちゃん、胸くんなんてんだろうね。せいやってこれせいちゃんだね。山川ほたか、ほちゃん、ほっちゃん金かいなんて言うんだろうね。それから、ラース、待ってね。彼らはね、日本ではね、ファーストネームを短くするんだ。アメリカではね、名前がポッと変えちゃうんだよね、あのファーストネーム。たまにはね、あれするんでしょうけど。で、これ、宗介、宗ちゃん。ね。それから、ね、タクちゃん。まあ、という感じですけどね。まあ、そういうことでございます。で、ここはね、ほうちゃんからね、ちょっと、これを見せましたんでね、これはほうちゃんですよね、確かに。ちょっとね、Twitter が見つけたんで、ちょっと皆さんにご紹介しましょう。はい、どうぞ。大谷選手は、はい、まあ、ちょっともうテレビの人ですからね、なんか会ったらやっぱ、ああ、有名人に会ったって思っちゃうんじゃないですか。うん、まあ、ジョーカーが一人いるんで。ジョーカー？トランプでいうジョーカー。最強のカードが一枚あるんで、もしこう WBC でわーっと大谷選手いらしたら、なんて呼びかけます？大谷さん、ちょっと大丈夫？ちょっと喋っても大丈夫？山川選手の方が年は、年齢は上ですよね。多分ね、3歳ぐらい上です。でも、大谷さん。いやちょっとね、喋んないかも。本当ですか？怖い。怖い、そう、本当に怖い怖さじゃなくて、はい、なんか自分が傷つくのが怖い。ああ、なるほど。なんかこう無視されたらどうしよう。しないしない、大丈夫。大谷さんは素晴らしいからね。大谷ぐらいなら絶対無視しない、ね。うん、大谷選手、ダルビッシュ選手思います。そのくらい、大城ぐらいなら全然思わない多分大谷はちょっとやば、うん、やば、唯一無二なんですね。人じゃない、人じゃない。あー、なるほどね。まあ、同じね、こうやって一緒にこうやられるんだけど、すごいやっぱり人によってはいろんな考え方があるとか。そしてね、これも見てお見になられると思うんだけど、ちょっと見ましょうね。これすごい、ちょっとあっという間に終わりますよ。でかいんだけど頑張ってますよね。続きまして、これもそうですけど、重くないのかね。はい、うちの子もこれやりすぎて困ったんだけどね、少しほどほどにしてもらわないとね。多分大丈夫と思うけどね、あんまり重いものあげない方がいいですね。すごいもんだね、やっぱりね。はい、ということも見ていただきました。はい、あと言葉の方なんですけど、これもいきましょう。はい、どうぞ。エンゼルス大谷翔平がインスタグラムでトレーニングの様子を公開、黙々とバーベルスクワット。エンゼルスの大谷翔平投手が日本時間23日、自身のインスタグラムでトレーニングの様子を公開。うん、バーベルスクワットなど黙々と続けるシーンが見られた。うん、メジャー6年目。3月の WBC に出場予定で、オフにはフリーエージェントの権利を得る大谷がトレーニングを始めた。
米国での室内ウェイトトレ、グレーのタンクトップに黒のズボンでバーベルスクワットなど黙々とこなす様子が収められている、うん、大谷は14日渡米したことを自身のインスタグラムを報告。機場からのきらめく夜景の風景写真や機内での食事などの写真を投稿し、グッドバイジャパン、ハロー US と投稿していた。あったあったあった。エンゼルスのバッテリー組は2月15日、日本時間16日がキャンプスタートだが、投手で15勝、打者として34本塁打をマークしながら MVP を62本塁打した。ヤンキースのジャッジに譲っただけに、よりレベルアップするためにトレーニングに余念がない。余念がない、それは分かりますけどね。大谷さん、体に気をつけてくださいね。あのうちの息子がね、やりすぎて困っちゃったんですよ。なんか他の子に見せようと思って、重いもの持って、ここがね、あのちょっと問題になっちゃって、やっぱりね、大谷さんが今あの大きな契約が大事なんで、ちょっとあの気をつけて遊ばせという感じでございますけどね。はい、続きましてこれでございます。これもすごいかっこいい、ダウンタウン LA という感じでしょ。大谷ロスアンジェルスという感じ。これも行きましょう。ヒリヒリできるかどうか。9月、エンゼルス下馬評、まずまずも大谷は負担増、ヒリヒリできるかは9月の壁越えが鍵に。壁越え。大谷翔平28位のエンゼルスが下馬評で好位置につけた。レイスポーツ専門チャンネル ESPN は日本時間20日、オフの補強状況から今季のパワー、戦力、ランキングを発表。30球団中16位ながら、昨年末に大リーグ公式サイトが予測した17位を一つ上回った。ア・リーグ西地区では昨季のワールドチャンピオンで全体1位のアストロズ、同10位のマリナーズに次いで3位に入った。今オフ FA のダル&オータニはメジャーで勝負の年なのに、2人とも WBC に前のめりのなぜ？記事によると、テリー・ミナシアン GM はローテーションと強打者3人、オータニ、トラウト、レンドンが9月まで機能すれば、ポストシーズン進出も不可能ではないと計算しているそうだ。昨季からポストシーズンに進出できるのは、両リーグとも各地区の優勝3チームと2位以下の勝率上位3チームの計6球団に拡大した。つまり、レギュラーシーズン地区3位でも他地区の2位以下の勝率を上回ればプレーオフ進出は可能だ。A 軍のレギュラーシーズン突破には言うまでもなく二刀流の働きは欠かせないが、不安は尽きない。大谷はミナシアン GM が見据える9月にパフォーマンスが低下する傾向にあるからだ。タイトル争いも熾烈に。大谷は過去2年、リアル二刀流をこなしており、シーズン終盤は疲労困憊。9月にはポストシーズン進出、タイトル争いが熾烈になり、相手からのマークも厳しくなる。昨年9月は投手として6試合で4勝1敗、防御率 1.18 ながら、制球力を示す指標である KBB3.50 以上で一流は7月の 7.33 から 3.91 と下げた。打者としては打率 1.291、4本塁打、13打点とまずまずだったが、本塁打は4月と並んで最少、30三振は8月の34個に次ぐ多さだった。ただでさえ大谷は二刀流をこなすため、他の選手に比べて心身の負担が大きい。確かに。さらに今季は3月の WBC に出場するので、投打とも前倒しでの調整を強いられる。大谷は6日に会見した際、調整は例年通り。今のところペースは、去年、一昨年と同じようにできていると明かしたが、3月の本番では従来のオープン戦以上のパフォーマンスを求められるのは必至だ。WBC 出場で懸念される故障を回避できても、9月の壁を乗り越えなければ念願のポストシーズン進出は果たせそうにない。確かにその通りでございますけどね。やっぱりね、9月の壁ってのは大きいよね。はい、勢いは良い、帰りは怖いじゃないけれども、スタートが すごかったんだけど、当時であのダメになっちゃったら、まあ負けは負けなんだろうけど、まあ、続きましてこれでございます。もう本当にね、これはすごい、二刀流パワーとかですね、大谷ルール、まあ、いろんなものをねちょっと書かせていただきましたけれども、
これはね、また大谷さんがね、MVP 取れる。大谷翔平、米野球殿堂入り可能性大。米氏が絶賛、毎年 MVP の最有力候補。最有力候補、ね。米野球殿堂は24日、日本時間25日に今年の殿堂入りメンバーを発表する。その一大イベントを前に、米老舗スポーツ誌、スポーツイラストレーテッド電子版は、30歳未満の各年齢で野球殿堂入りする可能性が最も高い選手を特集し、エンゼルスの大谷翔平投手、28を選んだ。22歳から29歳までの年齢ごとに最も殿堂入りの可能性が高い選手を紹介。28歳では大谷を選出した。同祭とは、大谷は現代の野球において投打ともに優れた二刀流で、何が可能かという我々の見解を改めさせた、まさにピークを迎えている才能。アーロン・ジャッジがア・リーグの本塁打記録を塗り替えなければ2年連続で MVP を受賞していた。健康であり続ける限り、毎年 MVP の最有力候補と絶賛した。2015年に新人王を受賞し以後、打撃と守備でコンスタントに活躍を続けるツインズのカルロス・コレア内野手、28、も候補に挙げた。それでも、大谷がこれからも二刀流の活躍を続けるならば、投票者が彼を祀るチャンスを逃すとは想像しがたい、と大谷に軍配を挙げた。うん、素晴らしい。また、MLB 公式サイトも大谷の殿堂入りの可能性に言及。うん。デーブ・ルースがやらなかったことをやっている。2018年新人王、2021年ア・リーグ MVP、 2022年 MVP2 位、サイ・ヤング賞4位と3シーズン目覚ましい活躍を見せた。殿堂入りの資格を得るのに十分長く、10年以上プレーすれば投票者たちは投票する可能性が高い、などと理由を挙げた。二刀流で歴史を作っている大谷、殿堂入りに値する。はい、ということでございましたね。なんかいきなり途中でエラーが出ましたけど、大丈夫でしょうかね。はい、ということでございまして、続きましてこちらでございます。これはかっこいいですからね、大谷さんは。そう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 。下半身裸という、なんかあの彼女が言ってましたけど、ちょっと違うんじゃないかな。いきます。 MLB 大谷翔平の下半身すっげえな、 WBC へ順調、軽々スクワットに日米注目、かっこよすぎ、うん、自身のインスタグラムを更新、トレーニングの絵文字を3つ添えた、うん、エンゼルスの大谷翔平投手が自身のインスタグラムを更新し、トレーニングに励む様子を公開した。14日には渡米を報告していたが、2023年2発目の投稿ではノースリーブに帽子をかぶった姿で、器具を使った強化に励んでいる。うん、ファンは、かっこよすぎます、下半身すっげーな、と反応している。実際の投稿、軽々スクワット、下半身すっげーな、トレーニングに励む大谷翔平。うん、3月に開催されるワールドベースボールクラシック、WBC で世界一奪回を目指す大谷。エンゼルスでも二刀流としての戦いが待つ2023年シーズンを前に、トレーニングは順調なようだ。投稿にはトレーニングをしている絵文字を3つ添えた。ファンからは、マッスルマン、すごい。マッスルマン。早くプレーしているお姿が見たいです。トレーニング頑張ってください。WBC での活躍を期待しています。といった声が。また、レッツゴー、翔平。おう、今年はあなたの年ですよ。キング WBC で幸運を祈るよ。うんうんうん、MVP。世界一の選手といった英語でのコメントも寄せられた。素晴らしい。大谷さんもその気になっておりますんでね。頑張りましょう。ということでございまして。いやー、この方もね、若いんですけどね。どうなってるやら。はい、エンジェルスのね、この名簿の話なんですけども、ローガンおほっぺをどうなるのかな、ほっぺを叩いて頑張りましょうっていう感じがいきましょう。はい、どうぞ。エンジェルス開幕日の名簿、ローガンおほっぺを含めることの賛否両論。ローガンおほっぺはトレード期限に外野手ブランドン・マーシュと引き換えにフィラデルフィア・フィリーズからロサンゼルス・エンジェルスに獲得された。
おほっぺは野球でより良いキャッチの見通しの一つであり、マーシュはビッグリーグレベルで全くヒットしていなかったため、この取引はやや驚きでした。なるほどね。おほっぺは AA でモンスターの年を過ごし、シーズン残りわずか1週間で、トラッシュパンダからエンゼルスへのメジャーリーグデビューの電話を受けました。彼はエンジェルスの14打席で4安打を記録し、現在2023年に向けてロスターバブルに入っています。はい、ということでございます。ロスターバブルに入ってるけども、彼がね、いきなり出てくるまでね、こう、なんか日本のね、お相撲さんが、こうやって出てくるじゃないですか、ほっぺ叩いて。出てくったらびっくりするだろうね、日本も。何ですか、この人はってなるよね、ほっぺ叩いて。ローガン・オホップがエンジェルスの開幕戦の名簿に載るべき理由。うん。経験の浅いオホッペがエンジェルスの開幕戦のロスターに加わる理由は簡単だ、うん、彼のバットはマイナーでエリートであり、エンゼルスの組織や公開市場にはより高い上昇率を持つプレイヤーはいません、うん、オホッペは AA でのこのシーズン104試合で26本塁打と78打点で打率283、打率416、打率点544を記録した。エンゼルスがビッグリーグレベルの若い捕手からそのパフォーマンスに近いものを得るとしたら、それはマックス・スタッシ、マット・タイス、またはそこにいるフリーエージェントの同類からの攻撃的な巨大なアップグレードになるでしょう。スティーマーは、彼が2023年に74試合で12本塁打を放ち、37打点を記録すると予測しています。これは、彼がトリプル A で年を始めることを想定している可能性がありますが、それらの試合で 118WRC プラスを記録すると予測しています。ローガン・オホッペが 118WRC プラスの打者なら、単純明快に彼を MLB チームに入れたいと思います。問題は、彼がこのレベルで何者であるかがわからないことです。うん。まあ、ということで、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。はい。ローガン・オホッペがエンゼルスの開幕戦のロスターに入るべきではない理由、うん、ローガン・オホッペがエンゼルスの開幕戦の名簿に乗らない最大の理由は間違いなく経験不足です。22歳の彼はトリプル A でわずか6試合しかプレーしておらず、それらは2021年に行われたものです。エンゼルスにはブランドン・マーシュやジョー・アデルのようなビッグスに選手を急がせてきた歴史があります。あるね、確かに。それらのプレイヤーはパフォーマンスが低く、すぐにバストと呼ばれます。おほっぺが大リーグの野球の準備ができていない場合は、彼を名簿に載せないでください。春にプレートの後ろで彼にたくさんの担当者を与えて、決定を下してください。お見込み客、特に準備ができていない見込み客を捕まえることで、得るよりも多くを失います。三上選手をね、三上。彼が準備ができているかどうかはわかりませんが、うん、エンゼルスがシーズンの最後に彼を見てみたいと思っていたことは知っています。うん、彼らは、彼に目を向けているのであれば、彼が準備ができているか、少なくとも準備が整っていると考えているに違いありません。なるほど。エンゼルスが彼の準備ができていると信じているなら、彼はロスターにいるべきだ。うん、彼らが今獲得できるより高いアップサイドを持つ人は誰もいません、うん、エンジェルスが実際にキャッチャーポジションから優れた攻撃的生産を得ることができれば、うん、マックス・スタッシが最もプレーすることで本質的にも早アウトを与えることはないので、うん、この攻撃の可能性を全く別のレベルに引き上げます。当時の彼が準備ができていないと彼らが信じるなら、彼は準備が整うまでトリプル A にいるべきです。エンゼルスは彼をロスターに入れる余裕はありませんが、うん、彼が所属していないように見え、それが原因でゲームに費用がかかります。うん、どう思いますか？彼が開幕戦の準備ができると信じていますか？うん、エンゼルスはゲイリー・サンチェスのような選手を保険に入れる必要がありますか？うん、まあいろいろ質問はございましたけど、皆様の意見も聞かせてください。僕はね、おほっぺがね、この春季トレーニングで少し頑張ってくれればね、若者だし頑張れんじゃないかなと思っておりますけどね、まあということでございまして、そろそろ皆様からのお便りの時間がやってまいりました、今日はですね、貸し切りではありません。いろんな方から連絡いただいております。ありがとうございました。それではまずこの方からです。
もう海岸さんね、これも素晴らしい。はい、行きましょう、どうぞ。おつとも、おっとも、海岸さん。はい、海岸さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。私もゴーイング見てました。お、連覇できた日本は、うん、ライトのイチローの守備もあったからだと思ってます。うん、09年もイチローのタイムリーが取り上げられてますが、失点が少なかったですし、うん、ホームアドバンテージもあった東京五輪もセカンド菊池涼介を中心とした内野手が良かったから、うん、シーズンで2桁失策している牧秀悟のセカンド起用はあくまでも打撃優先なので、うん、ヌートバーのセンター守備もよく知りませんし、うん、シフト禁止ならなおさらセカンド菊池涼介は欲しかったかな、びっくりマーク。なるほどね。いや、先日ね、皆さんにお伝えしましたけどね、4つのシステムがあるということでね、いやー、それにしてもね、どうなんだろうね、皆さん、それをね、シフトをもちろん禁止ですけどね、今年ということは、まあ今年から禁止だから、みんな同じようにこのベースも大きくなって、まあ通りしやすくなるし、まあね、このおっしゃるようにあれも禁止になるということでね。あと、まあ、あとはクロックも使うのかね。その辺がちょっと、あれですよね。面白いですよね。あと、牽制球もね、2回しかできないとか。うん。いや、すごい、おっともさん、いいところに気がつきましたね。これでね、まあ、同じようだったら、これは大変でございますけど、まあ、素敵な、情報ありがとうございます。それでは、続きまして。ズガードン、ズガードン、ズガードンさん、今日は貸し切りじゃなくてすみませんでした。先日はありがとうございました。はい、それではズガードンさんを行きましょう。どうぞ。ズガードン総帥さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ドルフィンさん、はい、自分はエンゼルスの14連敗のことを集団スポーツ勝負の核となるところではないかと今も考えてますよ。はい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 。自分もボクシングという個人競技をしてたのですが、ボクシングでは14連敗ってことはまずないですね。その技能などが世界レベルである場合ならば、仮にチャンピオンクラスの強いレベルとだけ戦って14連敗だったとしても、その選手はその程度のレベルであり、その器ではないってボクシングだとこうなりますね。個人的なプロ思考の考え方をすると、うん、じゃあなぜ集団スポーツだとこのような14連敗などが起こってしまったのか、うん、大谷くんもいたし、うん、トラウトも出てたし、ウォルシュ、ウォードなど、うん、など体調が悪いなどもありますが、うん、それは他の球団もそんなには大差はないかと思います。まあね、確かに自分的には勝負においては運などは信用してないですし、使いません、うん、使うとすれば自分が勝利した時ぐらいだと思います。自分の向上のために、負けた時に絶対に使わないですね、うん、まあメンタル的には運で流すのもあると思いますが、自分はしませんですね、うん、この14連敗記録したエンゼルスの集団を一人の人間として集約すると、彼のどこがダメで14連敗に至ったのかなど日々考えてます、うん、ドルフィンさんはあの14連敗の要因をどう考えでしょうか。いやー、僕はずっとね、追ってましたから。で、例えば大谷さんがですね、打てなくなった時とか、それからやっぱりね、なんでと真ん中に球入ってるのに、トラウトが三振してんのかなとかね、それね、非常に驚きだしたよ。だってど真ん中ですから、なんで三振するんだって。これちょっと見てみます、見てみてくださいね。だからね、ほら、一番はね、彼がやるべきだったんだけど、こちらにほら、レワンソートを連れてきたりとか、もうね、トラウトいなかったんですもの。後からもちろん出てきましたけど、で、レンドンはもうこの辺までもいないんですよ。で、この人も打てなくなってたんですよ。いないけど、ここにね、この人、ジェレド・ワルシュも打てなくなってたんですよ。で、この人もちょっとね、打てなくなった。で、打てるようになったのは、ルイス・ランゲフォアも頑張ってきたんですよね。だから、大谷さんもね、打ったり打たなかったりだったよ。だから、それはね、4位はやっぱりね、おっしゃるように、皆さんがね、やっぱりね、抜けたのがいけなかったり、まず大谷、このマイク・トラウトが抜けて、レンドンが抜けて、
彼が抜けて、まあ、いろんな人が抜けて、でもいてもね打てなかったんですよ。で平ワードも最後にはまあ良かったけど、その前は打てなかった。大谷さんはまあまあ平均だったんだけど、やっぱりねここって時にやっぱり打てなかった。本人も出てきて、いやここ打てなかったから今日打てたとかいう。特にねトラウトさんがね、僕はね40本打ってますよ、もちろん素晴らしいんですけど、なんかね僕の頭の中ではあれこれあれあれってこういう何回もありましたから。だからそれはもちろん10回打って3回打てばいいってことなんですから、40分のホームランってそう簡単に打てないもんですから、これは素晴らしいことなんだけど、やっぱりこの大事な時に打てなかったら点数取れないってことなんですよね。ピッチャーがいいってか悪いとか別として、まあということで私の意見としてはやっぱり抜けたのはいけなかった。それからおっしゃるようにやっぱりね、うん、大谷さんは頑張ったけど一人だけではちょっとやっぱりチームでやっぱり頑張っていかなきゃいけないですよね。だからやっぱりねいい選手、 あとはねこの人も怪我したじゃない、デビッド・フレッチャーも打てなかったの。デブリ・フレッチャーね、まあ、帰ってきても私はちょっと打てないなと思った。だから問題はこの雰囲気を変えて、要するに頑張ってくれるかどうかですよね。はい、というのは私の意見でございます。そういうことで、次が参りましょうかね。はい。続きまして、こちら。ヤマケンさん。コメントありがとうございました。それではヤマケンさんから行きましょう。どうぞ。ヤマケンさん。コメントありがとうございます。ありがとうございます。TikTok で佐々木選手の投球動画が出てます。おお、正直世界一のストレートです。冷や汗。えそうなの。いや山健さん、ぜひここの下にね、なんていうんですか、リンクを入れてくれればね、見ることができるんで皆さんも見れるし、それからまあ僕も見て、こちらでまた紹介もできるのでね、ぜひ今度そういうのがあったらリンクお願いします。それからねこれはすごいね、大谷さんの写真と馬、すごい早いということなんでしょうかね。山健さん、これは素晴らしい、ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。続きましては、あ、おともさん、おともさんのもう一回、はいどうぞ。おつとも、おつとも、はい、海岸さん、はい、2回目のコメントありがとうございます。ありがとうございます。テキサスで頑張れ、筒香嘉智もびっくりマーク買わず含め一部の桜が2月に咲きますよ、音符。おう、ちょっと待ってください。これ、テキサスで頑張れと、嘉智さんね。それから、あんたが頑張れば2月頃には桜が咲きますよということなのか、それとは、これと話は別で、2月に咲く場所もありますよということなんですよね。まあ普通は4月、3月末、4月1日、2日かでしたっけな、なんですけどね。ああ、でも本当にありがとうございます。おともさん、海岸さんはね、いろんな情報をいただけるんでありがたいものでございます。ということでございまして、今日も時間となりましたから、皆さんに簡単に、ガーッていきたいと思います。はい、もう続きまして、WBC、これね、World Baseball Classic、あと50時間で始まります。そして、侍ジャパン、頑張れということで入れましたね。で、まあ、吉田さんとか皆様のご紹介ありまして、こちらも、声は言わなかったっけな、こちらがですね、大谷さんがドマに入ってきて、World Baseball Classic の、チケットを買いたい方は、もう大谷さんがこうやって前に出ております。まあ、いろんな人が出て頑張れ。あ、トラウトも出てますね。この、まあ、大谷さんが一番前ですよね。最高ですね、これは。そして、こちらの方のも、山川さんでしたっけな。ちょっと待ってくださいね。山川さん。はい、山川さんも、なんか、大谷さんはもう、ちょっとすごいですねって。こちらも大谷さんがやってまして、これもそうですけど。そして、話をしまして、ヒリヒリするのは、まあ、9月にならないと分かんないと。7、8月。いや、4月、あ、まあそうなんだけど、7月かぐらいでだいたい流れはどうなのかなってわかるから、それでも早めに大谷さん出さない限り、遅くなっちゃったらもう何ももらえないんです。でも早めにこういうとこういうとくれればお互いにあげますよと言えば、いい選手もらえるから、まあそれでどうなるやらっていう感じなんですけどね。そしてヒリヒリするかどうかわかんないんですけど、まあ大谷さんは MVP はずっとまあ後方には入るだろうと。それから、殿堂入りにも間違いないですよということで。で、大谷さんのね、下半身のシャーツのね、写真を何枚か入れればどうのこうのとおっしゃってましたね。で、こちらは、まあ、大谷さんは WBC はもう順調でございます。
はい、いろいろ頑張っているようでございますんでね。そして、おほっぺ叩いて頑張れ老眼くん、はい、ということでございまして、そして皆様からのお便りでしたね、おっと海岸さんありがとうございます、ゾカドンさんありがとうございます、そして、山健さんありがとうございます、もう一回ありがとうございます。そういうことで、今日は素敵な写真ですね。この写真やっぱりね、新しい写真、まあそうですね、この辺でいきましょうかね。お谷さんの写真いっぱい載ってるところ、ここはね、明日になれば49日になりますからね。で、写真もいろいろちょっと雰囲気を変えてまたご紹介いたしますので、あれでは See you later Alligator。 お、いいね、今日は See you later Alligator。 はい、それでは皆様、また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。